フーション地区。今月使いすぎて金がなくなってきたな。いくらか落ちてないかな。こんなことしたかねえが。背に腹は変えられねえ。まあそんな都合よく落ちてるわけ。あ、えなんか塊がある。はあ、えやばーなんか自販機の下に札束落ちちゃった。えなにこれ ?100 万円嘘えまだ落ちとる。はやーばーなんか自販機の下に札束ゴロゴロ落ちとる。おいなんやこの自販機うわーやばー当額6億200万円も落ちちゃった。これどうしようう、もらっていいんかないやでも昔から自販機の下にあるお金はもらうよな。 でも、額が額だな。う、とりあえずいただこう。いやー、なんか怖くなってきたな。本当にもらっていいんかなこんなところに。えあ、えやばーまたあったちょ、なにこれまだあるし。ぎょへーまた2000万円あった金のなる気ならぬ、金のなる自販機やん。すいごい明日も来よう行なのー今日は800万円何やこれおいあ、ふー、今日も補充せんとな。あ、えあの、すいません。何してえああ、あなたでしたか。最近ここのお金の減りが早いと思ってですね。えあなた何者 まあちょっとビジネスで成功をかじったものです。これは少しでも多くの人にお金が渡るように、この自販機に置いていってます。はずっと置いていってんのはいもちろん。やーばーなんか過去一やばいの現れた。マジかまだいりますかどうぞ。いえるてか全部いるははは両方ありがとうあ、ちなみに一度に100万円以上もらう場合は、逆に利子が7000%付きで返さないといけなくなりますので、よろしくお願いします。え ここに小さく張り紙で注意事項が書いてあります。まあ一人だけ取りすぎるのをやめさせるための策です。あなたはもう6億3000万円くらい一人で持ってっちゃったので、利子付きの返済義務が生じましたけど、ぜひ頑張ってください。あ、終わった。と、友達にもこんなアニメあるぞって教えてくれたら、ほら嬉しくて絶対に痩せるだよ。